初めてスーパー三国志を遊ぶあきみろです。はい、続き遊んでいきます。前回で孫権軍との戦いも始まりました。ただ私が戦ってる間にね、王朗と宗信が隙をついて孫権軍の都市2つ奪い取っちゃいました。今は11番と30番に武将が溜まってる状態ですね。ただ30番から13番に前回攻めてきたんで、30番の武将は減ってるはず。34番は1人だけでした。なんとか13番を守りきらなければ。29国のターンになったんで出陣します。向かう先は味方の13番のところですね。援護に向かいます。ここでまず4武将かな、攻めてきてたのは。その4武将を確実に倒しましょう。お、張飛と張宝が揃った。そう、顔料はね、もう寿命来るかなと思って兵をゼロにしてたんですよね。文州も危ねえんだよな。でも今再編してる暇はね、どうしよう。あんまり持っていきすぎると今度王朗軍がこっちに攻めてくる可能性あるんですよね。まあ、でもここめっちゃ武将いるからな。まあなんとかなるか。関寧とかは連れて行きたくないな。まだ兵はいっぱい持ってるけど微妙そうなやつら。よし、ここで行こう。金は3000。兵糧、あ、そうか、攻められたところの兵糧割るから別にそんなに持ってく必要ないのか。これはありがたいな。次のターン攻めてきたところに行きましょう。許さんぞ孫権軍。まずはこちらが攻めていた11国の戦闘再開ですね。火が全部消えてる。確実に囲んで武将を減らす。左側の集隊はもう3000ですね。よしよし、武器に行くぞー。くらえー。いやー、まだまだ元気ですね。しかしたとえ今回の戦で落としきれないにしても武将はいただく。てん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 。はい、この宗信の攻撃で集隊は倒せるかもしれません。あと100きた。集隊捉えました。土曜。そして兵糧庫は取らせん。あっちはまだ万以上あります。くらえ。4部隊の攻撃。11700、11500、11300、11300。やはり長い。初代三国志の戦闘はめちゃめちゃ時間かかります。集隊退却させます。10国集隊に褒美っていうか施しか、施しあげられたらいいな。孫権軍と戦ってても武将を確保できてない気がする。はい、兵糧庫周りの敵も1桁まで減らしました。あと100。ゼロ。これで陳規を捕らえました。東洋。お、さらに舞台来ました。いいね、いいね。自ら突っ込んできた。空気読めてる。確実に1部隊ずつ倒す。では突っ込んできた部隊に一斉します。もう1回一斉しましたね。少ない人数で。今は5部隊で一斉。まあまあまあ初めはこんなもんかな。とにかく1部隊ずつ突っ込んできてくれてるのが助かる。さすがに残り2部隊になったら突っ込んでこないかな。では29国のターンになったんで、私に攻めてきたお隣30番に攻めちゃいます。ちなみに集隊は劉将軍に取られましたまあ分かっていました。あと陳規さんね、退却させるのを忘れて普通に移動して敵軍に寝返っちゃいましたまあ逃げ道ないから兵ゼロのままで1回攻撃すればすぐ取り戻せると思いますけど、こっちは趙雲、関寧、徐行といつものメンツでいきましょうか。で、巨長は結構減ってんな。長領、高中、高宗、もうちょい欲しいな。ちょっとオーロ軍が怖いけど、あと一人だけ副使人でも連れてくか。総大将は副使人よろしく。金は3000、兵糧は2万持ってく。行くぞ。もう援軍よこせないですからね、向こう。さあ、何部署いるのか、は見てません。まあでもそんな数はいないはずです。相手は2部署だけです。しかも34000。オッケーオッケー。これは勝る。はい。1部隊横につきました。早速課刑されてるんですけど、関係ねえ。突っ込むって言いたいけど、さすがに火ついてる人はどかします。関係ねえとは言っても放置したら焼け死んでしまう。それはやだ。はい、再びかけ。しかも、特路コンビネーション。来たよー。ここら辺は平中高いから、ゼロにはなってないと思うんだけどな。いやー、ゼロだー。マジかー。ジョコちゃん退却するっきゃねー。超支流下がるかー。いや、ほんとなー、敵の。家計と機動力取るコンビネーション、あれやばい。敵外さねえし、ほとんど成功するからまた厄介なんですよね。さあ、右の部隊にも攻撃ですって言いながら、さっきからもうちょっとしてるんですけどね、右の部隊は正直そこまで強くないです。左の方が強いな。さあ、真ん中に置いてしまった超支流、敵の計略にかかって退却せざるを得なくなってしまうのか。愚かなことをって、超防いだのか。ああ、長期戦だ。未確軍に行ってしまった方針、来てくれるそうです。仲間入り。リョハンが捕まって亡くなりました。放浪軍だったリョハンですね。かわいそうに。私じゃないですよ。そして戦闘再開です。これは防衛戦の方ですね。どうしよう。敵総大将を袋叩きにしちゃうか、これ。相手は8万。いきなりドクロしてきたー。お、微妙に下がってきた部隊もいるな、今。行かせるわけにはいかんのだ。暗いカウン長一斉攻撃。なんか2万から減らねえ。何こいつ。張飛もいたのに、やっと200減った。200減った。おお、いいねいいね。300減った。暗い。ひたすら総大将集中砲火だ。これで敵さん戻ってきてくれるかな。敵なんか家計してこなくなりましたね。ならばこちらも一斉だ。長君と宗純だったかな。2人の一斉を食らえ。勝てえなー。っていうか、誰が来てんだろう。この総大将も硬いですしね。リクソンか。武力83、武装100あるからか。にしてもリクソン武力83ってできすぎだろ。賞金さんか。武装100あるから、そりゃ強えわ。カンタクさんは武力35で武装も16だから大したことはないな。これは大使時間97で武装100、これは強えぞ。いやー、やはり総大将だ。もう6方向から囲んでますからね。リクソン覚悟せよ。いずれは倒せる。リクソンはなぜか家計じゃなくて計略ばっかしてくれるんでね、ありがたいです。ちょび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 でも減らしていくんだ。もう5000は減らした。いけるいけるぞ。なんと敵3回しましたね。マジで。まあでもそれぐらいしかもう手がないのか。いやー、勝てえ。3回は正解かもしれませんね。しかし、もうリクソン7000台まで来ております。いくらリクソンが強いとはいえね、こっち6武将で囲んでますからね。しかもその中には関羽や張飛、文集もいますからね。烏合の衆じゃないぜ。いやリクソンだからここまで耐えられてるって感じですよね。左の部隊も4部隊で囲みました。3階部隊一斉上。しかし賞金の3階部隊は硬い。やっぱ武装度が大事ですね、本当に。ちょっとね、武装度100までしようとすると攻めるまで相当時間かかっちゃうんでね。ちょうどよくちょっとだけ発見できたやつで強化してるんですけど、やっぱきついわ。でもあんまのんびりしてるとみんななくなってっちゃうからな。コンピューターはね、なんかあんま攻めずにひたすら鍛えてる、僕の1周目のプレイみたいな感じかなが多いから武装度100になってることが多いんですけど、いやー、しかしリクソンももう2700まで来ましたね。あとちょい。はい、長かったんですけど、これでリクソン終わりです。くらえ、総大将リクソン。残り200だったんですけど、一発でゼロになりましたね。オッケーオッケー。何人捕まえることできるかな、これ。敵を全滅しました。リクソンを捉えました。東洋。孫権軍の総大将は敗れました。戦い終わった。防衛成功です。さあ、逃がすなよ。捕まえてくれよ。干拓捕らえました。東洋。太一捕らえました。東洋。賞金捕らえました。東洋。全員捕まえたか。素晴らしい。まあ、どうせすぐ裏切るでしょうけど。どんなに強い者でも病には勝てる。顔料。あれ顔料って税にし、確かゼロにしてた方ですよね。文集は出陣してますけど。オッケーオッケー。うわー、だった喜んだら文集が楽だったー。今出陣してたら文集です。あと電報もなくなった。空白都市になっちゃった。移動しないと。そして地震、これは関係ない。いやー、袁紹軍の武将が次々になくなってますね。このソジュも危ねえぞ。来年ちょっと1個上の4国空いちゃったんで、誰かしら送ります。周遊たちが10国にたどり着いたんで、11国に援軍送ろうと思います。米も持っていきたいんで、11国、トンニー、観光、徴収。あ、これ以上送れないのか。そうですね、兵糧1万追加でいきましょう。11国戦闘再開です。カコートンたちがたどり着きましたね。韓国船持ってんのかな。相手は 57,700 の4部隊にしても家計がすごいな。どうしよう。総大将、いやー、いっか。結構こういう火に囲まれてると総大将が逃げられなくなって退却しなきゃいけなくなることを出てくるんですよね。それが嫌なんだよな。ちょっと火の流れを見て決めましょう。てかまだこの部隊めっちゃ残ってるな、兵が。左の部隊は陳貴さんだ。そうこっちがね、兵ゼロにして投与したんですけど、退却させるの忘れて裏切って、もう帰る国がここ以外ないから戦場に居続けてるんですよね。一発攻撃すればすぐ捕まえることできると思います。ではシュレイさんでチンキ倒しちゃいます。今度こそ退却させます。いやー、にしても勝てえな孫権軍。みんな武装度高いからだな。あとは上のやつだ。観光も船持ってましたね。上陸。相手はそう龍騎と長江でしたっけ。孫悠になってるな。元気いっぱいだな。シュレイさんが火の海に囲まれて機動力もゼロにされてて退却しかありません。くー、やるな本当に孫権軍。孫権軍っていうか、この家系がやるんだよな。家系が一回火が消えるまで無理に前に出るのやめるか。こっちが敵に隣接すると家系されるから、こんな感じにちょっと離れて数ターン経ってから行けばまた一から火つけることになるから、多少火は収まってくれる気がする。ちょっと離れよう。この下のやつは攻撃するだろう。はい、11国は長期戦になって30国の戦闘になりました。まあ、こっちは今のところ大丈夫そうな気はするんですけどね。でもほんとこの城の上にいるとダメージがなかなか入んないのが辛いんですよね。もうひたすら火あぶりの刑にならないようにかわしながら一斉攻撃で減らしていきます。もうそれしかやることがありません。はい、もう総大将も動かして6部隊で一斉攻撃です。硬くてもこれならなんとかなるでしょう。敵はもう家系じゃなくて城の上に乗っかってるこの趙雲に一斉攻撃をしてくるようになりました。敵の一斉攻撃2部隊しかいないのにかなり強いですね。やっぱり武装度の差なんだろうな。しかし総大将エンタンじゃねえ、不死人だ。不死人が近づいたら家系してきました。総大将には火つけたいみたいですね。まだ一番切らないか。家庭なこれ太子寺なんでしたっけ。いやー、なかなかのお手前ですよ。本当に家庭王老軍とかもっと強そうだな。しばらく引きこもってずーっと武装度とか上げててもおかしくないもんな。武将数で言えば孫権軍より上ですからね。もうなんと超支流と丸お方が2800まで兵減らされました。つえくっそー、得しかねえ。もうまだ相手4500もあるし、恐ろしい。こっちも烏合の衆じゃなく甲冑とかねいるのに、それでもこんな減らされるか。くらえ。でもこの4戦の方さえ倒せれば一気にバランスは崩れるはずだ。いやー、計略までしてきた。賞金が宗信軍に取られちゃったんで取り返します。あとリクソンも劉氷に取られちゃいました。リクソンの方優先して取ろうと思ったんですけどダメって言われました。なんとか太子寺はこれで中世80代までいけるかな。一応賞金、リクソン、あと誰だっけ、もう一人取られちゃったんですよね。一応賞金は取り返したのか。リクソン本当は取り返したかったんですけどダメって言われたんですよね。また次のターンあたりにやってみたいと思ってるんですけど。では30国戦闘再開です。残り戦力は11900ですね。まあ、こっちは問題ないでしょう。もうはい、このターンで郊外はおそらく倒せます。残り900。しかしこっちの超支流も限界に、てか900から減らねえ。超は下げるか。一斉に巻き込まれてやられてしまう可能性がある。くらえ。400400勝て。郊外さすがです。300200まだか。一斉じゃこれで終わりでしょう。敵を殲滅しました。郊外捉えました。同様に決まっとるやん。そして総大将燃やされる。郊外は速攻退却です。残り9100。さあ一斉です。クロエ4部隊の動き、8600、8300、7900。なるだろう、こっちはやっぱそんな強くないですね。いけるいける。この月内で倒すことできるかもしれません。くらえくらえ !7300、7100、そして郊外退却。どうしよう。13、いや、37国でいいか。慶州へ行ってらっしゃい。しかし向こうも諦めずに家計は必死にしてきますね。よし、ひたすら一斉攻撃やっておきます。はい、このターンで多分倒せます。300、ゼロゼロゼロ、はい、殲滅で召喚捕らえました。東洋孫権の軍の者たちは全滅しました。戦い終わっちゃう。やりました。やっと自分たちの手で孫権の都市奪いました。美味しいところをオーローとね、宗主に持ってかれちゃってましたからね。続けて11国の戦いですね。こっちは火の海がすげえな。さあこの下の部隊いくつまで減らしてるんでしたっけ。あーまだ1万もある。しかも減らねえ。ちょっと火が消えるまで上にちょっかい出すのやめましょう。これはこの火が消えないとダメだ。少しでもよし、9800まで減った。10国から援軍送ります。11国どうする。とりあえずコーラン、米が目的ですね。兵糧がなくなっちゃうと思うんで。はい、11国戦闘再開です。コーラン到着。はい、1相手は43800、兵糧も6966まで減ってますね。しかし思ったように減らせてないからな。さあ上も攻撃開始です。くらえー、飲めるのよ。これは隆起かな。そして下の武将もくらえー、下の武将も一応5000までは減ってるんだけどな。そして下行くとな、また家計が広がってくからな。なるべく城の上にいる武将、上のやつ以外に今ちょっかい出したくないです。おお、くらえー、とにかくこの下のやつ倒したらもうみんなで上行きます。それまでは城の上の2部隊は上の方だけ狙っていきます。おお、一斉攻撃で敵倒しちゃいました。兆候を捉えました。東洋、よし、じゃあちょっと下攻撃開始しようかな。上は火がついちゃってるから。くー、速攻、これですよ。しかしあと2部隊だけ。攻撃で上の部隊攻撃開始です。でも1万8000か、減りは激しくない。そして必ずやっぱ家計2人とも成功しますね。今回は左下の2部隊が燃やされました。これは相当時間かかるぞ。勝てたとしても長期戦覚悟でね、ここは戦っていきましょう。その間に別の都市も体制整えて、もう宗神軍か、宗神軍を滅亡させることも考えていきましょうか。オーロもできれば追い出したいんだけどな、武将数がとにかく多いからな、今はちょっと無理だ。ウキンが火の海に飲み込まれてしまいました。退却するっきゃね。敵の兵はまだまだいっぱいあるんで、さすがに今は突撃できない。くっそー、やっぱり厄介だな。家計もほぼ 100% 失敗してるところをほぼ見ません、この2人は。くー、つらたーん。まだ1万5000近くあるし、長江は退却させます。10流氷群にいるビークソーン取れるそうです。きたー、オッケーオッケー。11国はもうずっと長期戦やってます。そして理覚のところにいた関作取れるって言われてるんで取ります。仲間入り。官兵だけは取れませんね。さあ行くぞ。はい、全員で囲みました。まあまずは総大将に来るわな。そして燃え移ったクートンに。早かったな出番が。移動する前に一斉できれば最高なんですけど、いやーしかし1桁までようやく来た。ほんと長かった。孫権軍硬くて仕方ないわ。セグエルの家系がほんと嫌なだけなんですけどね。これで終わりだー。しぶとい1がしぶとい。え、まだマジかー、なんてしぶてえんだ。キンキンキーン。そしていや先に1体倒しちゃおう。1体いなくなってくれればね、家系からの計略で動けなくされるのもなくなるんで。オッケー、龍騎を捕らえました。東洋各位バック。さあ敵総大将っていうか残った人を囲みました。そして燃やされました。ダートンに敵も分かってるな。最後に移動するやつだといっぱい攻撃食らうから、まず行動順が速いやつを燃やそうという。しかしもう敵の兵士は1600まで来ております。黒い。よし1桁まで来た。残り4。いけるいけるぞ。孫権軍はもしかしたら僕じゃなくて違うところが倒しちゃうかもしんないな。はい、殲滅。孫優を捕らえました。東洋孫権の軍の者たちは全部しました。戦い守ったー。やりましたー。一応あと1都市残ってんすよね。ただ僕は宗信か劉氷を倒さないと近づけないんですよ、34番に。208年9月になりました。ちょっといろいろいじりましたね。13国にいた関羽たちを37国に移動しました。37から39に攻めるためです。でちょっと分かんないですけどね、もし33から援軍が来たら30から33攻めようと思ってるんですけど、42、41とも隣接してるんでどう動くか正直分かりません。もし33以外のところから来たら、まあ、何人か武将を捕まえて撤退かな。いやもしくは40から42に攻めることも考えるかもしれません。30はねちょっと洪水だったかな、疫病かどっちかで兵がめっちゃ減っちゃったんで今徴兵中です。まあなんとかね9月中にこっから攻めて、戦闘が長引いてる間に趙雲たちの方は戦闘態勢整えられたらいいかなと思ってます。ただそれは次回以降やっていくつもりです。今回はまあ長かったんですけど、一応孫権軍の2都市奪えたんで切りよくここでやめたいと思います。最後に良ければ高評価、チャンネル登録、コメントぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。孫権あと1都市だけど遠い。チャンネルの再生リストにはゲームごとにまとめたリストを用意しております。何のゲームをやっているかぜひ覗いていってみてください。